はい、バイド、昨夜フラン、いや、違う、フラン研究所です。いやいや、ホスキャラのさくらフラン、自分で気に入ったんかい。気になった方は前回の動画をご覧ください。本日はアルダシメーカーさんからうちの商品を使ってみてほしいっていうことでね、ちょっとサンプルをいただきました。じゃん、ヤシマルダシさん。まずは赤色、これはスタンダードなやつですかね。和風万能だし。続きまして緑色、贅沢ローストだし。で、最後は青色、これ一番美味しそうな名前なんですけど、極上海鮮だし。8つの食材の恵み。で、この安丸だしさんのだし、すごい材料を押してるんですけど、何が入ってるんですかね。国産原料、カツオ、サバ、イワシ、昆布、シイタケ。え、トリュフは？いや、トリュフは？うわぁ、やっぱトリュフいるやろ。こういうのはトリュフが入っとるか入ってないかで全て決まるんやから。まあそうは言いましても材料にすごいこだわれてる。まあこの出汁会社さんどこなんですかね。まあさぞかし有名な漁場の近くなんでしょうね。例えばシチリア島、アリューシャンレッド、ニューカレドニア、まあそんなとこかな思うんですけど。いいめ。安丸大師さん、すいません。好きすぎるがゆえにちょっとインパクトのあるオープニングにしてしまいました。で、このチャンネルで安丸大師さんをご紹介させていただくのは実は2回目で、まあ、前にも言ったと思うんですけど、このだしはもう本当スーパーで売ってるような顆粒だしとはレベルが違うくてめっちゃうまいんで、皆さんお試しください。本日は赤色のスタンダードタイプ和風万能だしを使って兵庫県で有名な明石焼きを作っていきたいと思います。明石焼きは出汁が決め手の料理なんで、今回安丸だしさんの出汁を使ってね、しっかり出汁の旨みを楽しんでいきたいと思います。材料は左下の通りです。もう卵がめっちゃ綺麗な黄色をしてますね。黄色といえばあれ、ラーラララララーラーラララララーラーラララララースタンダードチキン。はい、ゴール前気をつけて、相手は PK のファウルになってきてるから。はい、スタンダードチキー。頭の中の線香花見るる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 。バドワイザー、乾杯。はい、9対1、これで1分間待ちます。どうだろう、卵多すぎたかな、ちょっと。はい、できました。7対3、乾杯。うめえ。俺の栃木。この家でするたこ焼き器って真ん中は早煮えるくせに、
端っこが火の通りが悪いむざいっすよね。大丈夫？また来てね。めっちゃふわふわで出汁効いてうめえ。熱っ。ふわふわなたこ焼きがだしの中に溶けて最高ピすぎる。でもこれもうねたこ焼きじゃないっすわ。別物。この兵庫で地元では卵焼きっていうように、うん、どっちかとだし巻き寄りっすね。でそれにまたたこのだしが出てめっちゃいい感じになってますね。これはハマるぞ。優しい。うまい。優しい。卵と海の優しさに包まれたみたいな感じです。はい。いかんいかん、優しさに包まれすぎて眠ってしまった。ぜひとも、いや本当もうぜひとも北関東の皆さんにこの明石風卵焼き味わっていただきたいですね。でも本場の明石ではタコ、具にタコじゃなくてアナゴも入れたりするみたいですよね。それもまたそれで美味しそう。ちょっとまだ残ってるんですけど、こちらねこの後ゆっくり楽しんでいきたいと思います。それでは次回もまた見てね。グッバイ。